えー、おはようございます。月が変わりまして、11月1日になりました、月足から相場解説の方を追っていきたいと思います。え月足を見るにね、右肩上がりのこの急速な流れっていうのは全く変わりません。で、上髭が出ていますんで、ちょっとブレーキ変わったかなと思いますけども、これは介入による短月でのね、あの、この、なんですかね、成長の,の,のとどまりだと思われます。短月ですよ。ですから、10月は一時的に上髭にとどまっていますけども、じゃあ、 11月もね、伸び悩むのかっていうことはそうではなくって、今月は相変わらず円,の方向円,円安の方向にね、150円を達する勢いで進むと思います。ですんでね、私としてはね、今月中に152円を見てますね。うん。介入はもう早々入れられるもんでありませんから、ここからが11月、倍で稼ぎまくれる時だと思います。週足の方に切り替えていきます。週足はこのように、介入にがあった部分、 こういうふうにね、どまってますけどもね。お話したように、こっから上昇の勢いっていうのは今度はね、介入を恐れることなく強まっていくと思います。152円まで達するというのは今月の見方です。もちろんそれ以上行く可能性が強いですけどね。では、デイリーの方です。デイリーはね、これ一時的に下落にしてますけども、こっから転じて、まあ下引きがここまで出てますからね。転じてトレンドの方向に戻ってる途中なんですよ。 ですんで、いずれ、この152円を目指すために、こちらのポイント、包み足を超えていくでしょうね。150円を超えて、152円に目指していくと。これが今月の動きだと言えます。もちろん、152円以上に今月中に行く可能性は強いです。4時間を見ていきましょう。4時間もお話した通りですけども、一旦、ドタバタがありまして、介入とかね、介入の続きとかがありまして、大きく下がりました。 ですけどもここからもう下がる要因はなくなったんで一気に上昇に向かっていくところになると思いますで152円っていうのはここのことですよねここに達していくんではないかというふうなことですもう介入はもうね年単位で入らないというふうに高をくくってもいいぐらいですけどもまあでもね分かりませんからねで最後に1時間なんですけどもこれはもうね前回オリガルヒの皆様には解説しましたけども注目すべき点はここですよね ここれが見抜けましたかってことで、それに従って、こういう風なシナリオが書けたかなってことなんですよ。シナリオの詳細ですけども、こちらのレンジから窓を埋めてのレンジがあって、NG で突破していって、今に至るってことですよね。で、ここの落ち着きっていうのは、ここの落ち着きにちょっと似てるところがありますので、真っ向横一線ではないんだけども、ちょっとずれた形でね、同じところに留まって、 全体のこの三角形を作ったんではないかなというふうに感じることができます。で、今後なんですけども、横ばい続けながらブレイクして上昇っていうのを、まあ、重きに置きながら見ていくことになると思います。ここからね、下がることもないわけではありませんけども、下がったとて、また上がって、やっぱり150円の方に向かっていくというふうに、大筋で見て、見て取ることができますね。で、気になる材料なんですけども、もう一回紹介しておきましょう。このように、11月2日。 明日はでですすねもう FOMC があるんですよこれによって利上げってものがまた発表されるんではないかなと思いますそうなるとますます150円や152円に円安が進む傾向っていうのは強まっていくってことになりますよねうん、まあ、正確に FOMC っていうのは11月の3日未明なんでね今日火曜日はそこそこ月の始まりなんで警戒するにしても明日はフリーハンドで結構できるんじゃないかなと思いますね明日はできないか未明に発表があるんですからね だから明日の朝っていうのは荒れるところからスタートというふうに考えられますもし大きく円高に振れるようでしたら半値戻し、前値戻しを狙うのも一つの手ですけどもテクニカル的にはこれ理論理屈に合ってませんので迷信だと思って考えてください私はねやりますけどそれから11月4日そうもうすぐに雇用統計がありますここでも大きく揺れていきますんで ご用心ください。じゃ、本日は以上のような形で、FX オリガルヒの方と、それから FX じゃなくて、速可軸か、即可軸の限定動画の方をお届けしました。また、オリガルヒの皆様には追加しますので、お見逃しなーく。